生活相談員をしています前田美穂です。この地球にじゃあ食べようか。いただきます。おいしそうな朝ごはん、今日もお仕事頑張れそう。じゃあゆうちゃん行ってくるね。行ってきます。はい。自然がたくさんありますし、時間の流れも違うように感じますし、自分のペースでこう働いたり子育てできるのがなんとなくいいですね、うん、前田さんは生活相談員、お年寄りやその家族、施設との連携調整を行い、円滑な介護の現場を支えています。ボードとか使ってみましょうか。はいはい、工具さんの前田と申します。以前は関東の方で薬品会社の事務をしていたんですけど、帰ってきて祖父母と生活する中で、その延長線上には介護があったので、介護の仕事を目指してみようかなと思ったのが。やりがいのある仕事を見つけられるっていいですね。お部屋の1、2の3、現状を把握するためにも現場の方に出向いて、こう年寄りの方と接したりとか、笑顔があったり、こう元気にしてたねとか、あっちからも話しかけてくださったりとかあるので、事務職とまあケアマネージャーもこうデスクワークはではあるんですけど、全然違いますね。力も強か、大丈夫大丈夫、元気、ありがとうとか、こう元気になったよとか言われると、あ、もっとこう何かしてあげたいとか、そういう気持ちにはなりますね。左の地元に帰って自分らしい生き方を見つける子育てと介護という新たなやりがいを持ち働くことで、より良い介護の現場を回しています。前田さん、最後に一言お願いします。立って歩きたいとか、そういう方のこう力添えができるっていうのがすごく魅力っていうか、そういうところに携われるっていうことが夢のある仕事だと思います。私にとって介護とは癒し、やりがい、優しさ、感動がある素敵な場所です。